おはようございます。ここは東海道本線米原駅、名古屋から大垣、そして米原に来ました。これから北陸線で敦賀、福井方面に向かいます。どうぞよろしくお願いします。まもなく6番乗り場に10時5分発普通大西小津行きが12両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。前北番乗り場に参ります。列車は10時5分発普通電車の大西小津駅です。大西小津行きの列車が来ました。225系です。到着しております電車の前より4両が普通電車大西小津駅です。どうやら前4両が大西小津行きの模様。意外と空いてていい感じです。あれ、ドアが開かないな。押しボタン式でした。乗車します。車内保温のため閉めておきましょう。進行左側の席に座ることにしました。車内天井にディスプレイが設置されています。これは見やすくていいですね。10時5分、米原駅発車しました。停止されますので、お聞きください。そろそろ左側に琵琶湖が見えるはずなんですけれども。あれ、そうかな。浜駅に到着です。幻想的な光景です。向こう側に湖西線が見えてきました。まもなく終点湖西線と合流して大西小津駅に入っていきます。湖西線ご利用様は今下同じホームの向かい側1番乗り場でお待ちください。天気が良くないせいか、気候のせいか、雲が発生しています。11時1分、新海区敦賀駅は11時1分。敦賀方面お越しのお客様は今下ホームの後ろより階段を下りまして終点大西小津に到着。それでは降ります。乗客はまばら。まもなく一番乗り場大西小津到着です。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。乗ってきた列車は改装されていってしまいました。乗り換え時間があるので、一旦駅の外に出てみます。
階段長いなこれ。早送りします。敦賀金沢方面3番乗り場。線路は建屋よりもかなり上の位置にあります。それであんなに階段が長かったのか。こんな感じです。チャージできます。あ、こんなチャージ機があるんですね。ではホームで待ちましょう。新快速敦賀行きの到着です。車両は223系です。では乗ってきましょう。補助椅子に座っちゃおうかな。大見塩津駅を発車です。列車新引き台に到着です。ここからループ線になるわけですけれども、確かこっち方面はループではなかったような気がしますね。次は終点敦賀、終点の敦賀です。敦賀駅折口は左側、5番乗り場到着です。ご支度をしてお待ちください。ループは逆方向でしたね。そして合流、そのまま敦賀駅に入っていく模様です。いやー、ちょっとループの方を行ってみたい感じです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点敦賀、終点敦賀です。お出口左側は5番乗り場到着です。到着の際に列車少々揺れます。お立ちのお客様は追加手すりをご利用ください。お乗り換えでご案内いたします。福井金沢方面特急白鷺5号金沢行きは11時25分着きました。同じホーム向かい側3番乗り場から発車です。
金沢和倉温泉方面、特急サンダーバード15号金沢和倉温泉行きは11時33分。こちらも3番乗り場から発車です。敦賀から先、今城武府、鯖江方面各駅止まります。普通列車福井行きは11時37分。着きました同じホーム5番乗り場でお待ちください。小浜線、美浜、三方、小浜方面、普通列車の東舞鶴行きは12時20分。ホームが変わります。1番乗り場にお越しください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点、敦賀終点敦賀です。この列車、敦賀駅到着後、折り返し新快速列車として運転を行います。車内にお忘れ物や落とし物ございませんよう、お手回り品、今一度よくご確認の上お降りください。敦賀駅到着です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。